そう、どっちも油性だしね。こっちも油性、こっちも油性だし。な、もうここの中をマッキーで塗っちゃってもいいんだよね、ここ。ちょっとお肌にはよろしくないですけど。もう先ほど描いた線の中を塗りつぶして、塗り絵みたいな。ね。もう塗り絵にしてあげるみたいなさ。ほんで中をね、塗る作業が一番楽しいのにね。わかる？この塗り絵私結構好きなんだけど。昔からちっちゃい頃から好きなんだよね。もうね、いくでしょ。今日結構真面目にやってんね、私ね。上手よね、今日ね。時間かけてやるとね。リリーシーン感。でもこんぐらいやんないと、今日、お外に出るんで落ちちゃうからね、汗にね。今日気合い入れてやんないと。マッキーいいね。これを求めてた黒は。もう黒色がね、難しいのに、いい黒が出ないの。結構真っ黒な黒を求めてるね、私。混ざり気のない黒っていうかさ、黒に近い黒っていうの？真っ黒がいいんだよね、やっぱ心霊は。ちょっとやばい。ずれちゃった。なんかもう出なくなっちゃったかな。ほら。ちょっとダメだね。もう出なくなっちゃった。何本かな？この間捨てちゃったんだね、マッキーね。フリフリすんの？この間捨てちゃったんだよ、大量に。いっぱいあったんだけどさ。たくさんあったんだけど、全部捨てちゃったんだよね。ほら、全然出ないでしょ。乾いてんじゃないかな。体に悪そうな味。やだ、歯についちゃった。いいかな。心霊だから何でもありだ。吸っちゃダメだね、みんなね。吸ったら口の中に入ってくる。あ、結構出るようになったじゃん、ほら。吸ったら、ちょっと復活したね。あ、でも目の中に入ったらちょっと危なさそうだね。確かに。外そっかな、ちょっとね。入らないように、ちょっと隙間開けとく？ぴっちり塗るんじゃなくて。ちょっと目には悪そうだね、こういう感じで。今外したんでしょ？白い。これはこれで可愛いかもね。あ、痛い痛い痛い、目痛い。痛い痛い、痛い痛い痛い。熱っ、なんか熱っ。何これ？目熱っ。ブワーってなんか熱くなる。何これ？
シンナー？なんで目だけそうなるの？ふわーって熱くなってる今。アルコールでそうなるの？あんまり目元は気をつけた方がいいね。あたたたたす。失明はしないんじゃないの？さすがにね。でもさ、ここを外したらなんか結構可愛い系になったね。これ新しいかもね。隙間を開けさせるっていうの？なんかクリクリなお目目になるね。なんか動物的な。パンダみたいな。いいよね。で、マッキーは目元はちょっとやめた方がいいね。みんな真似しないでね、これ絶対。ちょっと危険ですね。これは何だろうね、ここのボタンは。これ何？こう押すの？なんか。押すとインクが出てくるのかな？何だろう、このボタンが両方ついてんだよね。インクが出てくるの？これね。あ、ここをピュッて取れんのかな？え、できないよ。あ、こんぐらいしかないんだ。これ中までないんだね。ここの部分しかないんだ、今のやつって。マッキーの部分、ここの部分、ここの先端しかないね。中はインクが通じてんのかな、こうね。新しい発見です、今日。眠さ。なんか目の大きさ違くない？まあいいね。これもね、これもね、あれだから。毎回毎回顔違うんで。痛い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 。目の中入っちゃったかな、これ今。熱っ。ブワーって熱くなんねん。ブワーって。でも、時間経つと収まるけどね。時間経つと収まるから大丈夫だけど。大丈夫、失明はね、しないと思うから大丈夫だよ、みんな。次は使えないもん。うわ、来たよ。ダメだね、白塗りの時はペッサリーでも使えないんだけどね。まあ、ペッサリーで使うことはもうなさそうだけどね。ちょ、なんじゃ、今日行くとこ熊出るっぽいっすね。いや、嫌なんだけど。ちょ、マジで。本気で言ってるやん。マジで熊出るかもしんないっす。毎回そういうとこ選ばない？いや、そうなんですよ。場所的に何分ぐらいのとこなの？これでも、ね、40分ぐらいですね。でも多いな。うん、10分どうしてもね。40分。40分ぐらいですね。
それ何一箇所の予定、まあ、まあその近くに もう近くに何個かあるんで、ま、回れますね。そこその現場に行くまでは40分かかるけど、その現場の近くに何個かあるみたいな感じです、うん。いや、クマはさ、心霊じゃねえもんな。だってぶっちゃけな、一回奈々ちゃんとアイナさんとかダスとかあったね。クマいましたもん。クマいたよね。 あそこじゃないよね、まさか。うん、あそこは結構遠くなかった。あそこも 2時間以上かかる。あそこ何県だっけ。埼玉です。あ、埼玉だったか、うん。私まだ途中なんでね。全然まだめっちゃ明るかったですもん。だっていいっそうでしょ、うん、暗くなった方が心霊っぽいよね、うん。じゃあ今やるかな。まだだってあれだかな。ねえ、まだね。今やってもね。じゃあ私もだから明るすぎるかなと思ってこの時間にしたんだけど、まだまだだったね。確かに最近日めっちゃ長いですからね。でしょ。怖いっすよ。心霊っていうのは10時過ぎとかだよ、うん、本当は。確かに日をまたぐからね、みんな。え、最後心霊やったのって軍曹さんと。え、運送ってやったっけ私。うん、いつだっけあれ。ちょっと前に軍曹さんとやってたけど、何ヶ月か前に。えー、やったっけ。うん、あれじゃない、養分とダッスーと山ちゃんで行かなかったっけ。あれは山ちゃんいなかったっけな。俺いないっすね。小前くんとはなんじゃ、小前くんとは行ったかな。あれは心霊じゃないもんね。オカルト研究部の UFO を呼ぶってやつ。はい。奈々ちゃんが。うん。行ってました。あと、うん、心霊も行ってませんし、なんか俺がドッキリで追っかけたやつ。ももくんと行ってないと思うよ最近。会ってないもんだって、ももくん。暑い？寒い？いや、暑くん全然大丈夫です。あ、軽トラ、そう軽トラで、あの奈々ちゃんがよく行く公園で行ってたじゃないですか。くんと。ああ、あれはだからひどんなちゃんいなかったっけ。ひどんなちゃんいないいない。え、いたよね。ひどんなちゃん、こまえくん、いないあれ3人。いや、ななちゃんとこまえくんが軽トラでなんかいろんなとこ回ってて、で俺がそれ追っかけ追跡してて、はい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 、そうついてきてるみたいな。あ、じゃああれが最後じゃない。あれが最後かもしれないですね。あれってに2年ぐらい経ってない。1年経ってない。1年は経ってる。1年は経ってるかもしんない、さすがに。え、この前だっていつだっけな。軍曹となんかしてない。誰と間違えてるの。軍曹さんと行ってましたよね。行ってないよ、軍曹と会ってないもんだって。え、なんか俺がな、駒井くんと小町くんと死んで行ってる時にちょうど奈々ちゃんも軍曹さんと行ってなかったっけ。え、誰かと間違えてる。軍曹一人で行ってたんだ。あ、なんか私とほらほら、パチンコ対決の後行ったってほら。で、パチンコ対決の後に軍曹が一人で行ったんだよ。一人で行ったんだ。本当は私と行きたかったんだけど、私が。そうなんだ。リタイアして。あ、そうなんだ。そう、やめたんだよ。あ、じゃあ、小前くんとか最後。小前くんとか最後で、あとダッスーとの。うん。なんかいっぱい人が6人ぐらいで行ったんだよ。なんか公園かなんかのお散歩みたいな。そうなんだ。今日はどこまで行くの知らねえ。知らねえ。知らないよね。知らないですね。でもあんまり言わない方がいいよね。確かにね。警察来ちゃうかな。この間柿達くんとドラ猫先生が最後コラボ。あ、そうっす。あれは何だろう、デート。そう、なんかもともとなんかその視聴者の家がなんか心霊現象が起きてるって言ってたから。あ、そこ見てない私。なんかデートっぽいとこ見てたんで散歩も。本当行こうとしたんだけど、その人がなんか出会い系の人とマッチングしたから今日なしで急にドタキャンしてきて。最悪。何その ごまかし。そうなんですよ。で、柿達くんとの先生で江ノ島デートしたんですよ。あ、それでああいう風になったんだね。あ、そう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 。あ、じゃあ除霊配信みたいな感じだったんだ。もっともっと先生と柿田くんが除霊するみたいなやつだったんだけど、うん、亡くなって江ノ島デートにしたら普通に面白かった。先生元気だよね最近ね。めっちゃ元気ですよ。あれってコラボの時本当にお金あげてんの。はい。いくら。1万円
金あげないともうコラボしてくんないの。そうっす。え、毎回？毎回です。でもあの一日店長の時で送ったやつはあれは無料でしょ。あれはもちろん送迎だもんね。先生日当1万です先生は。まあ先生は1万円でいいんじゃない？ねえ、面白いし。意外と先生リスナーさんも投げてくれるもんね、アイテムとかね。確かに。シャネルね、みんな。シャネルを今乗ってんすよ。あと誰かとコラボしてなかった、最近また。誰だろう。たくみくんだ。あ、たくみくんだ。それも見たわ、私。たくみくんちで、なんか TikTok 撮る。TikTok の料理のね。そう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 。たくみくん最近なんか料理 TikToker みたいになってんだよね。そう。しかもすごいんですよ。上手だよね。めっちゃ高くて。多分、凝り性っぽいっすね。あの人なんだ、料理上手なんだね。もともと高級料理店で働いてたらしいです。え？うん。知らなかった、それ。そう。あれバズりそうだよね、あの動画ね。いや、めっちゃいいと思います。クオリティ高いよね。たくみくんの TikTok。バイトしてたんだ。バイトでもね、すごい。バイトでもできるよね。コックね。すごいと思う。あと誰？最近、ほんと山ちゃんね、コラボしてんだよ。ガンガン。あとはまあ心霊、昨日はなんか心霊の怪談師、ゆいさんとか。あ、ゆいさんと会ったの？ゆいさんと初めて会って。初めて？初めて会いました。へぇー。で、なんかその怖い話でのプロみたいな人に集まってもらって、うん、話してもらうみたいな。有名な人いた？ゆいさん、まあそうですね、はい、その怪談師の中ではなんかすごい人たち。娘ちゃんもいたってこと？うわ、多分一緒に来てたのかな。でも来てたの結構可愛いよね。現場に来てたのはあのゆいさんだけでした、ね。そのゆいさんっていう人の娘ちゃんめっちゃ可愛いんだよ。へえ。アイドルみたいな。そうなんですか。アイドルではないか。綺麗系が、そう、レイちゃんっていう人ね、うん、そうそう、もともとももくんのとこでね、ゆいさんってさ名物キャラみたいな、霊能者なんだけど、うん、やってて私も知り合ってみたいな。すごかった、なんかいろいろなんか言い当てたりとかするんですよね。そう見えるんですよ、なんかすごいのよ。よぎママさんがね、ゆいさんガチなのよ。あ、そうなんですか。そう思う、ゆいさんの好きなんでね。ひどんなちゃんとかも結構交流あってね。あの塩買ったりとかさ、おこ、あ、もらいましたよ、ね。もらった？なんかいろもらいました。図工ってやつ、ね。図工、そう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 。もらった。なんかおこのなんかこのね香りみたいなやつ。そう。財布に入れるとなんかいいみたいな。うん。なんかもらいましたね。あれ結構匂い感じるとなんかふわーってなんだよね。あ、まつげね、はいはい。ちょっと待って。まつげ。こんなゆっくりでいいの？あ、全然いいよ。山ちゃん、今日どこ、何でやんの？ TikTok でやんの？ TikTok でやりたいなと思って。あ、さ、TikTok って車の中ダメじゃない？車の中ダメですね。移動はツイキャスのままでいいかなっていう。ペッサリー強固でいいんじゃないですか。現場まで。それで TikTok に変えるってこと？はい。TikTok なんでダメなんだろうね、あれ車ね。ね、でもやってる人いるっすけどね。山ちゃん落とされたことある？一回だけあります。警告あんだ。一回だけバンクだったことありますね。でもすぐ治りましたけどね。無限くんも警告来てたもんね、はい。運転でですか？車乗った瞬間に？乗った瞬間に？うん。結構来てたよね、無限くんもね。さすがに。そうなると思ったけどね。そうなると思ったけどね。あ、今日なんか、なんか変な感じでまつげ合ってる、これ。TikTok 嫌だって言うんで、みんな。そうなんですよ。なんでなんだろう。やっぱ慣れてるっすよ。でも確かにね、ツイキャスの方がね、見やすいっすよね。確かに横画面だし。わかる、それはめっちゃ。ただ面倒さが出るだけだよね。移動するのなんて1秒2秒じゃん。
っちゃわかる。言ってることはめっちゃわかる。わかる？みんながなんかめんどくさいのはわかる。匿名ないもんで。あるやん。てかもうそもそもアカウント匿名じゃん。ちゅうかほとんど見れないよね、うん、TikTok ってコメント。だって TikTok のアカウントがさ別にさ、ね、なんか武田鉄矢とかね本名なんだったらね分かるけど武田って鉄矢は来ないし鉄矢が来たらびっくりだな。分かるけどでもさこのさどうだろうね、縦画面の心霊って私やったことないからな。でしかもあのコメントとかアイテム消せるんで長押しで。あできるね。できる。そう長押しで消せるから、あの本当になんか邪魔なものとか映らなくできるんで。それねみんな覚えちゃえば楽だよね。その画面だけしか見えないもんね。ここにあるのがちょっと邪魔なんだよね。そうそうそう、なんかいっぱい出てくるのが邪魔って人もいるけど。アイテムがどうのこうのね。あれ消せるんで。入室がどうのこうの。コメントだけにしたい。めんどくさい人たちね。あ、ほくろを書いてください。みんな細かいね。私より知ってるよね、このメイクをね。コメント見たいんだ。コメントを逆に見たいってこと？わかるけどね。言ってることは。確かにコメント大事だよね。でもさ、心霊やっぱここの画面の中に入ってるかしらけんじゃないの。こっちにあった方がしらけないんじゃないの。あ、分けてあったら、うん、心霊は結構こう画面に集中するからさ、かここにちょろちょろ出てたらやっぱりしなんかしなんかうんってねしらけるっていうのはあるかもね、うん、でも山ちゃんの TikTok 人気だもんね。心霊はまあそう、まあそうっすね。人来てくれますね。4桁来るから山ちゃんは来るときは来ます、ね、変なガキンチョとか乱入したりとかさ。そうなんですよ。よくわかんない人がコラボしてたりするの TikTok でね。そう全く知らない人とか来ますからね本当に。山ちゃん人気だよ。今までアンチの人とか来ましたからね。え TikTok に、まあ、なんか心霊やめろみたいなコメントが来て。なんで両方の人そう心霊配信者じゃないの。で他の配信者が書いてるだろう。なんかやめないなら行くぞみたいな言われて。何が行くぞなの。そっちに行くぞみたいな。怖い。絶対来ないじゃないですか。襲撃予告ってこと。絶対来ないだろうと思って本当に来ちゃったんですよ。え何リスナーリスナーなんですかね。なんかやめ男男怖っ。それ何文句言われ何言われたのそれ。いいから早く消せよとか言って配信を、はい、なんで怒んの。え怖いんだけど。おめえみてえなやつ気に食わねえんだよとか言って言われて。いくつぐらいの人。40から50ぐらいっすね。何それ気違い。人一人で来て、うん、でじゃあ僕場所移動しますねって言って、うん、場所移動しましたね。え、それはさ、近所だったのかな、住んでる。何なんですかね。たまたま見たってこと、うん、しかもアカウント名もフルネームですよ。警察呼べばよかったじゃん。確かに。なんか、山ちゃんが入っちゃいけないところに入ってたわけじゃないんでしょ。全然、もう普通の道っすよ。へぇー。人間と熊が一番怖いですからね。確かに。お化けなんて出てこないもんね。なかなか出てこないですからね。山ちゃんお化けいない派でしょ。いる派っすね。え変わったの。いたんすよ。何前はいない派じゃなかったん。鳥取にいたんすよ。何鳥取にいたお化けって。どうごと鳥取の廃墟みたいなとこ行ったら、うん、そこに、そこの女の人の幽霊がいるって言われてたんすよ。うん。で、まあ、そこ探索してたら、うん、まあ、結構広い旅館なんですけど、うん、その旅館の中で、うーっていう女の人の泣き声が、その建物の中に響き渡ったんですよ。まだその山ちゃんが泣くの。違う。そういうのじゃなくて。違う。生きてるでしょ、全然。それ人間じゃないの。僕がやったら死ぬみたいないんで。え、それは何人なの何なのいや、わかんないですよ。え
で、それ聞いたんですよ。で、それ、ゆいさんに見せたんですよ。うん。これ何ですかと。そしたら、ここ、そこで、レイプされた。あ、やっぱほら、そうじゃん。そう。じゃあ、俺じゃないよ。そっち系よ、ほら。そう、そこでレイプされて、ね、亡くなった方だっていう。京子ちゃんもほら、みえちゃん、近いしよ。俺じゃないで。俺じゃないけど、うん、筋はあってでしょ。筋筋は通ってるでしょ。まあ、そう、性的なっていうことね。そう。だって女が泣くことってそうじゃ男に捨てられたか騙されたか犯されたぐらいだよね、そんな死んでまで。ほんとすごかったんですよね。じゃあそこでやられちゃったのかな、レイプかなんか。そうなんじゃないですか。で、その別の霊能者の人がいて、その人も言ったのは女性がそうレイプされて殺されたって言ってるんですよ。レイプされて殺されたの。でしかもなんかその人まだ見つかってないとかいう、うん、なんか霊視をしたらまだその人見つかってなくて、うん、どこかに遺棄されてるんじゃないかっていう、へえ、話らしいんですよ。見つかってないってやだね。見つけてって言うかもしれないね。見つけて何？そう、何の音？ちょっと聞いてほしいですけど、ちょっと待ってね。それがその時の声？ちょっと待って、めっちゃ心臓痛いです。やばいっすよ、今の。ギャー聞こえるね。やばいっすよ。うーんって泣いてる。やばいっすよ。はぁマジ聞こえる。やばいっすよ、今の。うーんってね。やばいっすよ、これ。女の人聞こえなかったん？あ、わからんだって。嘘でしょ。そうやって音楽消すね。やばいっすよ、今のって言ったら時、あとね。やばいっすよ、今のだと。今のやばくない？ちょっと待って、めっちゃ心臓痛いです。やばいっすよ、今の。え？聞こえた？ってね。なんかちょっと虫かなとは思ったけど、ブーンじゃないもんね。うーん、もうだからその部屋の中に響き渡ったんですよ。うん。なんか、うーとか言って。あ、もう臨場感あっただけ。もう反響してたんですよね、音が。建物の中に。じゃあ、声だね。そう。音が、なんかドンってしなかった、今。しました、上から。したよね。うん。今、したよね。また、また、ほら、山ちゃん。大丈夫ですか？スピリットボックス？何これ、うん。幽霊がいたら赤くなるやつです。もうやだ、もうまた始まんの、うち。一時期すごかったんだよ、ほんと。山ちゃんが来ると騒ぎ始めんじゃない？俺のせいなんすかね。誰か山ちゃんかダッスーなんだよね。うちに来ると、この家の中で現象が増えるんだよ。音が聞こえたりとか。やっぱ新年配信やってる人危ないよ。連れてくる。ももくんも言ってたけど、はい、ちゃんとお祓いとかしないと、なんか連れてきちゃうみたいよ。ガチで。見えない人でも。それをこうやって家とかに持ち込んじゃうんだよ。たくまくんの時もそうですよね。うん、たくまくんは霊感あんだよ、あの人。うん、あの人ね、結構霊感あんのよ。ほら、バチッって言ったね。もう始まってますよ、新年配信が。あ、山ちゃんね、私ね、ライトを買ったんですよ。オーライト知ってる？オーライトって。僕もオーライト。え、オーライトなの？オーライトです。一緒？一緒です。わーい、ライトと言ったらオーライト。あ、そうなの、やっぱり、はい、オーラー京子ちゃんのセレクトいいわね。いや、もう完璧ですよ。あれでも一緒だ。これ僕旧式っすね。こっちは新しいです。これさ、なんかクロクロってやるんだね。あ、そう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 。僕も持ってますこれ。高いよね、これ1万。1万。高いですよ。でさ、逆に明るすぎて心霊っぽくないかなみたいな。大丈夫ですよ。大丈夫。大丈夫です。ね、頭につけるやつも買ったので。それもオーライト。そう、これもオーライト。これは8000円ぐらい。完璧っしょ。今日は小細工なしだからみんな。ガチのをやろうかな。ガチ。
いつもローションぬるぬるの除霊とかやったりするけど。やる？そう、そうなり？ありです。何でもありですよ、別に。俺の心霊は。俺の心霊はあんま怖くないっすもん。そっち系だよね、どちらかというとね。そうですね、そっち系っすよね。あんまりこう、ガチってないっすよ。虫霊なんだよね。いやいや、虫いっぱいいます、多分今日。いつも虫除けする山ちゃん。しないんです、忘れちゃうんですよ。え、刺されない？刺されるっすね。あ、でも俺、最近はこの、ここまでのやつ着てるんで、今日忘れちゃったんですけど、着てきてるの。え、着た方がいいんじゃない？コンビニとかで買って。もうしょうがないっすね。多分寄ってくるよね。山なんで。やだ、山。山登り？え、そんな登んないっす。ちょっと。腰痛いんだよね、私ね。そんな登んないっす。あ、そんな、なんかもうがっつり山じゃないっすよ。なんか、坂道ちょっとピッと登るぐらいっすよ。このさ、帽子はさ、どれにしようかな。いい色です。これと、こっちどっちがいい？こっちじゃないですか。こっち？なんか明るい色の方が可愛くない？確かに。あれ、こっちの方がなんかトレジャーっぽいよね。うん、こうね。あれ、オレンジの方がね、人気ですね。オレンジの人気なの？オレンジ、オレンジって見られてますよ。あー、でもなんかこっちのイメージですけどね、俺。あ、こっちのイメージ？こっちのイメージですね、俺は。イメージって何？え、なんかそのカラー的に。こう？うん、俺はね。でも暗いから基本さ、うん、白の方がいいんだよね。うん、確かに。白だとほら浮いて見えるから暗闇ね。うん。だから私顔を白く塗ったりとかしてんのよ。白い服で。黒の帽子はダメで、沈んで見えちゃうから、顔だけ浮いちゃうから。確かに。ね、確かに。顔だけポコンと浮いてね、能面みたいに。ちょっと出かける準備するか、そろそろ。ちょっともうちょっとかけとこうかな。それ何ですか？これね、落ちないやつ。もう外暗いんだ。でも8時だもんね、もうね。もう暗い。ちょうどいいんじゃないですか、でも。着くのが9時前ぐらい。あ、ちょうどいいっすね。うん、ちょうどいい。で、絶対、下がね、私結構刺されるんで、ね、ズボンを履かないと思う。うん、ローション見てるかな全然いいっすよ。大丈夫かな、TikTok。ちょっと一回いいっすか。はい。この子に憑依させるか。しました。ペコちゃんいるよ、ペコちゃん。でっか。いいよ、山ちゃん先行って。あ、オッケーです。このまま。なんか私忘れ物してないかな。不安でしょうがないの。鍵だけ閉めてくれ。あ、虫除けスプレーだ。京子ちゃん忘れてた。ちょっと待ってね、虫除けスプレーだ。だからあっちについて塗ればいいかしらね。あっちについた時に。車の中だとちょっと気持ち悪くなっちゃうね、多分ね。なんか領収書がいっぱい入ってるんです。もう置いてきていい？なんかお線香の匂いするな。もうすでに。ちょっと待って、アイコス。アイコス2個持ってこう、ちょっと待って、こっち。すいません。もういいわね、もうね。準備 OK！ 行きましょう、レッツだ、心霊。GO！ あ、山ちゃんいる。山ちゃん待ってる、車で。あ、今日ベンツじゃないんだね。
メンツじゃありませんね。荷物ちょっと後ろ置いていい？置いていいよ。え、これ新しい車？山ちゃん。はい。おいしょ。ベンツとこれ持ってんだよね。あ、そうっす。ベンツじゃやっぱ死んでいけないもんね。だからもう、そうっすね。あ、いいねー。あ、いいじゃないですか。先生。ちょっと、触らないけないです。いきます。すんごいフラッシュ強いね、これ。あ、いいね。心霊っぽいよ。こっから、ここ、あいこさ OK だよね。OK です、OK です。こっからみんな40分ぐらい。40分ぐらい。追加して山ちゃんのところでやって、そっから。なんで、ちょっとバトン回しますね、先生。あれ、どうやってやるんだっけ、バトンって。あ、アンケートのとこ。で、山ちゃんを探すと。もうつけちゃっていいんですか？うん。つけてもらって山ちゃんのところにピュンっていくからね、みんなね。すごい機能がつきましたよね。すごいよね。うん、もうみんなはだってそのまま見てたら普通にこっちにピュッて移動する。ごめんなさい。でも山ちゃんまだおすすめ出てこないね。どういうアカウント名なんだっけ、山ちゃん。え、これサポートしなきゃダメなんだっけ、私。かもしんない。え、出てこないの。あ、いた。いました。よし、OK。で、今バトン回ったんでね。こっちピョンって飛ぶんで、そのまま切ってな。私ピュッて見れば。せーの。